崎チャンネル。もちろん。こんにちは。さあ、今日はですね、久しぶりのフリートークテーマの企画でございます。はい。現役ドラフトについてのネタを喋りたいと思いますけども、はい。12球団全部トレードに出してあげた方がいい選手をやってきて、はい。まあ、今回ね、6月29日にね、選手会が NPB 側で現役ドラフトの制度についてね、まあ、大きな隔たりはなく、コンオフの開催が確実となったっていう、ね。はい。で、まあ、この制度、まあ、ここまで出てる情報が出てる中で言うと、ここを一番考えなきゃいけないのよ。うん。でも多分ね、はい、これってただ言ってるだけで、はい、全く意味ないことになると思うから、そこはみんなね、理解しておいた方がいいけども、これをね、絶対忘れちゃいけないのが、はい、この現役ドラフトをするにあたっての、一番の志の根底にあること、同制度は出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるためのものです。うん、これをみんな覚えておいてくださいよ。はい、で各球団2人以上の選手リストを提出。だから各球団が最低2人は提出しなきゃいけない。だから最低でも24人の選手が現役ドラフトのテーブルの上に最低でも乗る。で、その中から最低1人以上を獲得しなきゃいけない。で、1人以上は他球団へ移籍する案で、この日の選手会側は開催時期を保留者名簿提出後の12月上旬から遅らせるよう要望するなどの修正点を伝えたと。だからまあいわば12球団が最低24人出して、最低12人は移籍するんですよ。ってなった時に、まあ、俺はここ一つ、この分だけで一つ疑問残るのが、球団によったら移籍0人の球団もあるよね。そうですね。どっかがね、もし巨人が2人出してて、はい、巨人から2人取ったと。そしてじゃあロッテから2人出してたけど、ロッテは誰も取らなかったってなったら、ロッテの選手は入ってくることはあっても出る選手いないよね。そうですね。でもしここどっかが5人ぐらい出してて、5人全部移籍してってなった時によ、はい、選手いなくなんないのっていう。ま、そうだから要は12月上旬の保留者名簿提出後に、まあ、NPB 側は行おうとしてるね、はい、で保留者名簿っていうのは、うん、来年に向けてこの選手たちが自分たちのチームの選手ですよ、はい、それにハブレの選手っていうのはもう自由契約になる、ね、うん、だ要はこれで戦いますという選手の中で、結局はもし70人枠ぴったりだったら、はい、2人出してて2人取ってくれなくて、はい、1人取ったら71人になったら、その1人どうするんだろうね。育成になる。だってもう保留者名簿決まってるから、ね、あ、そっか、育成に落とすとかできないってことか。まあできんのかな。でもできたとしたら、それ1人絶対取らなきゃいけないから、うん、必要なくても取らなきゃいけない。そうですね。ってなったら、その必要な選手を育成にして、必要じゃない選手を試合下にするの。え、俺それ疑問なんだよね。難しいですね、うん、でも本当にでもそれってありえますよね、うん、最低でも69人にしとかなきゃいけない、元々の登録を、うん、あ、そうですね。そしたら2人出したら67になりますと、うん、はい、で2人取られませんでしたと、うん、だから69に戻るけど、はい、1人取んなきゃいけないから70じゃん、はい、だから最低保留者名簿を70人きっちり取れないんだよ、うん、そうだ、そういうことですね、うん、ってなった時に、このやり方ってすごいメリットとデメリットがめっちゃ生まれるのよ、はい、そのデメリットで言うと、戦力外になった選手の移籍が停滞します。戦力外に、ああ戦力外通告受けました、受けました、うんうん、69人しかいません、はい、取りたいやついます、うん、でも取れないんだよ。現役ドラフトが終わるまで取れない。現役ドラフトになったら70人きっちりになるから、育成でしか取れないから、だから育成でしか契約できない。そう、だから戦力外になった選手たちが。現役ドラフトって時期はいつでしたっけ。12月上旬の保留者名簿が出てすぐです。あれでもトライアウトって大体もっと前じゃないですか。でも別に決めるかどうかはいつ決めてもいいんだから。そっか、だって2月のキャンプに練習生で来る選手もいるじゃん、うん、そうですね。だから別にいつ決めてもいいわけよ。あ、そっか、そうしたらってなったら、それが終わってからしか決めれない可能性あるのよ、球団も。そうですね、その人数によったら。だって戦力になった方より、やっぱり現役ドラフトさ、先に見てから決めようってなりそうですもんね。だって現役ドラフトは1人絶対取んなきゃいけないから、はい、この1人取んなきゃいけないっていうのがミソなの。だからその分の1人の枠開けとかなきゃいけないから、はい、その戦力外になった選手たちを取りたいけど枠の問題あるから取れないパターンもあるし、うん、はい、この人取りたいけどこのトライアウトいい選手いたと、うん、でもちょっと待てよと、現役ドラフトの中で、うん、はい、これよりいい選手がいたら、うん、こっち取りたいなと。ってなったら、うん、トライアウトで声かかる人ほぼ少なくなると思う。よっぽどあの65とかに余らしてないと。それか、まあ、取ってもほぼほぼその支配下で取るというよりも育成でっ
声かかるってことが増えるかもしれないですね。そうだね、うん、トライアウト組が支配下で契約してくれることが多分減ると思う、ね、この現役ドラフトがこの時期に行われることが始まったから、うん、その戦力外になった人たちが去年よりは圧倒的に苦しむと、戦力外になる選手よりも現役ドラフトどんな選手がいるんやろう、うん、でも見てさっきの一文思い出して、出場機会に恵まれない選手に出場機会を与えるための飼い殺しを防ぐ現役ドラフト、活性化させるためのドラフト、うん、っていうことは、うん、一軍で使える選手出てくるんですよねっていう、あ、そういうことじゃないですかってなったら、はい、先週まで12回各球団やってきましたけど、うん、里崎チャンネルで紹介した人、うん、100% 無理でも6、7割の選手、うん、もちろんテーブルに上がりますよねっていう、だってその選手たちがテーブルに上がらなかったら、うん、出場機会に恵まれないってことは、うん、能力あるけど、うん、絶対的な人がいるから一軍に上がれない、はい、うん、他の球団行ったら使えるんじゃないの、うん、いい選手だからね、コンセプトが里崎チャンネルのトレードに出してあげた方がいい選手、はい、もちろんその選手たち出ますよねっていう、うん、その選手以下だったら行っても無理だよっていう、はい、なんだろう、じゃあ戦力外にしようと思ってた人を、うん、じゃあそっちに出せばいいやってなっちゃったら何の意味もない気がしますよね。でもそっちに出してたらもう1年雇わなきゃいけないからね。あ、そっか。だからこの今のこのルールっていうのは俺がずっと前から言ってた、はい、こんなの戦力外選手の見本市じゃないかみたいな、はい、早めの、うん、これをなくなすためにここにしたと思うんだよ。そうか、戦力外を出した後に後にしたのは戦力外通告の選手たちの見本市になって、うんうん、ただのもう中抜けのただやりましたよルールなんないために打ち出したのがこの多分保留者名簿の公示後なんだ、はい、あ、そっかそっか、なるほど、うん、もう一つのメリットがあって、はい、現役ドラフトに出す用の選手がいると思うんだよ、うんうん、だから本当は戦力外だけども出す用の選手いるから2人は首がつながってる可能性もあるんだよ。だから本当は戦力外だけど戦力外じゃなくなって2年持ちましたっていう選手が増えるから現役選手にはこの2名のメリットがあるかもしれない、ひょっとしたらね。でもそんな選手が出たとしても出場機会に恵まれずですかっていう、だって FA だって一番最初は一緒の文言入ってたからね、出場機会に恵まれない選手たちが FA で活性化されて他の試合で、はい、まあもちろんねそういう選手たちもいたけど、はい、大半は絶対的なレギュラーが行くだけじゃん、うん、そうですね、いろんなパターンで行 く,、うん、行くだけであって、うん、出場機会が恵まれないような人が FA しても、はい、うん、誰も手を挙げなくて出戻りっていうパターンもあるわけじゃん、ってなった時によ、この現役ドラフトももちろん俺が出した名前の 100% とは言わないけど7割ぐらいはいますよねっていう。でもじゃあ名簿2人以上出してください、うん、でもその選手はこういう条件がある選手ですみたいな条件ってないわけじゃないですか。もう全部それって球団にお任せですよね、うん、2人は誰にするか、うんうん、そしたらでもまだ出すには惜しいなって球団が思ったら、でもそしたら よ、ね、このコンセプトは、はい、出場機会に、だからこれ忘れないでよって言ってる、はい、出場機会に恵まれない選手にチャンスを与えるために、うん、はい、っていうことは大前提としてその選手は一軍の能力が最低限あるよねっていう人だね。でもじゃあその文言は一軍で活躍する能力があるけれども出場機会に恵まれない選手じゃないじゃないですか。でも出場機会に恵まれないってそういうことじゃん。そんなだって二軍で打率0割8分とか二軍で防御率 7.8 とかの選手、はい、出場機会に恵まれてない、うん、あ、確かに恵まれるどころじゃないわけですよね。そうそう、だからそういう選手が入っても意味ないわけよ。まあそうですね、うん、これってこの一般の私たちにじゃあ球団が誰を提示したかってわからないまま、でも移籍した選手見たらわかるよ。その名簿っていうのは一覧には公開されないですよね、きっとね。されないけども、はい、1人は出るからその1人を見て想像することは可能じゃんね、うん、あ、このレベルなんだっていう、このこれぐらいのレベルの人たちしか出てないんだとか、この球団は出していったんだっていう、うん、っていうことがわかるから、っていうことは言った人たちと見比べたら、うんうん、でももしかしたら、うん、その一人も名簿出したけど取られない球団もあるわけじゃないですか、うんうんうん、そしたらその球団はじゃあ誰を提示したかっていうのは本当に分かんないですね。でもこういうの人たちよりはしたってことでしょ。そうですね、だいたい相対的に分かるんだよ。あー、そっか、うん、あと多分選手会側が12月上旬1日の保留者名簿決まってすぐじゃなくて、はい、出してほしいって多分言ってんのは、はい、移籍先で年俸交渉されるのが嫌なんだと思う。あー、先に自チームで年俸交渉されてからってことですか。されてから行きたいんじゃない、うん、先に行っちゃうと上がんない可能性あるからね。ああ、そうですね。
ってもう12月半ばに来たら主力クラス以外はもう終わってるから、終わってますね、うん、1匹ぐらいだとひょっとしたら中途半端ぐらいのその一軍で出るけどみたいな、俺が名前挙げたような選手ってそこぐらいが契約更改の12月多分上旬ぐらいが契約更改するところだから、うん、11月中にするやつっていうのは多分そんなところに乗らないやつなんで、はい、まだペーペーの、うん、だから多分そこら辺に乗るやつとかのところがそこら辺だから、はい、そしたら、うん、イエスの言えないから、だから多分それを避けたいから、うん、もうちょっと後ろに選手会側は多分したいんだと思うんだよ。あ、でもそれはその方がいいですよ、絶対選手にとっては。でも球団側は早めにして先でもうやってくださいみたいな、まあ、球団も早くまたじゃあトライアウトの結果とかも見て取りたいのもありますね。あとはその契約がまとまらないうちにその名簿出される可能性あるから。ああ、そっ か要はじゃあ俺がもし袴田さん現役ドラフト出そうと思ってて、はい、いやもうダウンだからっつって、で判を押さない、揉めてる揉めてる、はい、現役ドラフト行きました、もう名簿出されてんだよ、はい、でそしたら、うん、もし移籍したらそっちでじゃあもう契約してくださいってなるんだよ。だ多分そういうのを選手会側は避けたいんだと思う。うん、避けたいですよそりゃ、うん、でも球団側は、はい、そっちの方が面倒くさくなくていいじゃんね、うん、じゃないのかなって俺の想像だけどね、はい、まだ出てる情報しか分かんないからっていうのもあるけども、はい、どうなんだろうねっていうね。これ移籍する選手以外名簿っていうのは選手には知らされないですよね。お前現役ドラフトで出てるからだって FA の人的保障も知らされないでしょ。いきなり人的保障だからって言われるんですよね。そうだってリストロタコも名簿で知らされないでしょ、会社の誰かが流出させない限り。だから今回も誰かが流出させない限り知ることはないよ。人的保障の保護リストとかもこう選手には公開されないわけですもんね、うん、だってされたら気分悪いやろ。だってもしこれでよ、俺らのこの中でよ、じゃあもう袴田さんも卸し2代目探そうかっていう話聞いてたらもう気分悪いやろ。それでまたでしかもほんで新しいの見つからへんかった、じゃあもうそのままで行こうかってなったら気分悪いやろ。いや地獄ですよね。それでここにいないといけないの。そうなるじゃん。はい、知らないがここです本当にね。だからそこら辺があるから、はい、でもやっぱり名簿としてはやっぱりこの12球団の俺がやった選手たちが名簿にないと結局はただやってるだけで、うん、ほぼほぼ意味ないことになるし、うん、あとは戦力外になった選手たちが、はい、多分再雇用しづらくなるんちゃうかっていう、まあ、なってみなきゃ分かんないけどね、うん、今の想像としては各球団72人はきっちりはドラフトも含めて1人空けとかなきゃいけないから、うん、69人に必ずしとかなきゃいけないっていう、うん、はい、あと取った選手は育成にしちゃダメとかあるのかな。いやどうなん、でも仕方なく欲しい選手いないよ、でも仕方なく取らないといけないからって言ってっていうのもあるのよ。そしたらもう育成にしたいじゃん、うん、そうですね、育成にしてもいいのかな、そっから切り替えて。だから多分、うん、契約させてから生かしたんじゃないの。あ、そしたらもう一番年俸低そうなやつ取るよね、いらなかったら、うん、いらなかったら一番年俸低い人取ってで、もう次の日に、うん、次落としにクビみたいな、はい、まあ、次の日、うん、そうだね、うん、うわいやでも球団は選手のことを思ってもうまだまだ頑張れそうだけどうちでは使わないなっていう選手を出してほしいですよね。だからこのトレードの動画で出したような、そんなことを出すんだったらトレードした方が自分も好きな選手取れるからトレードに出した方がいいのよ。現役ドラフトに上げるって正直、うん、アメリカみたいに出しちゃダメな選手は5年目未満でとか、うんうん、何十三歳以下でとかっていう、はい、いろんなルールがあってそれに抵触しない選手たちは全員乗りますだったらいいけども、うん、勝手に2人選ぶんでしょ、はい、ってなった時に俺が今挙げた選手たちはそんなところで出すより直に交渉して向こうからもういる選手取ってきた方がいいわけ。いいですね、うん、だから現役ドラフトにやることで、うん、そんな一軍で使えそうな選手を出すメリットが球団に一切ないないですね。それだったらトレード先を探した方が早いから、まだ書面上しか分かんないから、うん、どうなるのか今後、うん、もうちょっと観察しなきゃいけないけども、うん、何のルールもなくて球団側がもう独断と偏見で2名ずつ選ぶんだったら、うん、大した制度にならないと思う。そうですね、うん、もうメジャーみたいにメジャーだと例えばね、うん、ルール5ドラフトと、うん、メジャーリーグで導入されていると、はい、実力がありながら活躍の場が与えられない選手がマイナーリーグで買い殺し状態になることを防ぐために、うん、他チーム所属の現役選手を、指名して活躍できる制度と、で毎年シーズンが終了した12月に行われると、うん、でこれに乗らない対象外の選手っていうのは18歳以下で入団した場合は、はい、ルール5ドラフト時点で在籍5年未満の選手は対象外、うん、だから逆に言うと5年目未満じゃない選手はもう全員乗るわけよね。で19歳以上で入団した場合は、はい、ルール5ドラフト時点で在籍4年未満の選手は乗らないけど、うんうん、それ以上だったら乗る、はい、で MLB の40人枠に登録されている選手だから日本でいうと70人枠がメジャーの40人枠と一緒なの、うん、はい、だから40人枠で入ってる選手は選ばれない、はい、だから要は40人枠に入ってなくて18歳以下で入団した場合5年目未満の選手以外それ以外はもう全員出るんだよ。出るってことですね、うんうんうん、もう
ランダムで誰でもいいとこで、ね、誰でも出るんだよ。だからもう何人出るか分かんないよね。でそれを指名できるんだよ、うん、で指名した球団は指名選手の元所属事務所所属チームに、まあ、$10万今だったら約1350万ぐらいを払わなきゃいけないんだよ、うんはい、だからこういうのを多分やんないと、うんうん、もう多分そんなん出ないよ。その独断で2名以上とかだと、うん、本当にそうなんか意味のないものになっちゃいそうな気もしますね。そうそう、これがまあね最後今こうどうなっていくのかが分かんないけど、うん、それはまあどういう条件あるのかもここから出てくるんでね、はい、それはちょっと注視しながらね、はい、見ていきたいと思います。意味のあるものにしてほしいですね。そうしてほしいです。どうせやるんだったらね、はい、でみんながね幸せになるようなシステムが一番いいんでね、はい、はい。